はい、皆さん、こんにちは、のぼるです。というわけでね、今日もマリオカート7やっていきます。というわけで、1コース目はウーフアイランド2ですね、やっていきましょう。ちなみに、本日4月1日、まあ、エイプリルフールですけども、嘘みたいな、本当の話。3DS と Wii U のね、オンライン残り期間は、本日を含めて9日間となってしまいました。あと9日しか、このゲームで遊ぶことはできないんですよ。まあ、このゲームでというか、このゲームのオンラインでは遊べないということでね、まあ、悔いが残らないように遊んでいきたいところですけども、ここアップデ前だったらな、キノコ出てたらすげえ、あれできるのに。まあ、一旦ここで1位になりつつ、まあ、バグショとかはもうないんで、もちろんやらずにまっすぐ飛んでって、いやでもこのコースマジでね、サンダーが最強だから、しっかり貝がサンダー引いてるかどうかを確認しながら行かなければならない。引いてるわ、マジか。これ、あ、でも打ってくれたんであれば全然いい。このタイミングで打ってくれるのは本当に助かるぞ。でもこいつ早くない？なんか、あ、コインが多いんだな多分な。とりあえずここで一旦 MT だけ出して復帰したかったけどできなかった。やばいな。いや、とりあえずコインが欲しいんで、ちょっと一旦外側行くわ。外側行って、ダッシュボ乗って、ちょっと待って、そこはインついてもしょうがないんで、外側のアイテムを割らせていただきまして、インには何人いってるかわかんないけど、2位にはつけている。これ、後ろ不幸にしていってもいいな、ここで一旦。後ろ、誰も不幸になっていない、マジか。とりあえず、スカイが別にサンダーとかは引いてなさそうなんで、前にエントリーしつつって感じだけど、サンダー引いて即打ってきたな。全然即打ってくれる分には構わない。ちょっと待って、これはまずい。一旦しっかりと、木の葉で蹴散らしつつ、いや、今の木の葉マジ神だな。ミドさんと赤さんに挟まれて、もう究極の状況だったけど、よく木の葉を引いてくれた。ここで一旦アイテムをしっかり引いて、何が出る？キノコを使ってしまったが、トゲが来ている。トゲ早く投げてくんねえか。投げてくれたけど、これ間に合わないか。間に合わなさそうだな、ちょっと。さすがにちょっと3位で、なんとか終わりたいんですけども、2位いけたわ。いや、サンダーあんなに出てたのに、最後のところでやらないでくれるの本当にありがたい。さあ、続いてのコースは、ルイージサーキットでございます。やっていきましょう。これ64だったっけ？とりあえずまあ前走っていきたいところではあるんですけど、街並みさっきまでとは部屋が変わっておりますといった感じなんですけども、前出れたな、なんかわかんないけど。一旦コインだけ回収しつつ、いやでもミドさんは吸いたくないけど、吸う状況になってしまうか。いや、前投げしてくれている。オッケーオッケー、助かる。いやでも絶対捨てるよな、それな。怖いな。どこで捨てんのかな、こいつ。トンネルで捨てられるのが一番嫌だけど、俺もここで一旦防御を取りに行こうかな。防御を取った方が多分安定な気がするんだよな。で、まあコインはもういらないんで、ちょっとこいつはラインをずらしつつ、SMT 出して、MT も出してみたいな感じかな。後ろが赤投げてきているが、まあそれは防げるんでいいんですけども、さらに、そこからまた赤が、いや、それ当たるか、俺、今。きつい。なんかスター落ちてるけど、あれは、さすがに、拾うよな。それもやりたいところではあるけど、やれない。やばすぎる。なんか、殺伐としてんな。どうしようか。コインが全然なくなっちゃったな。6枚しかない。一旦、アイテムを取って、立て直したいところなんですけども、ここのアイテムは絶対に透かしたくないぞ。OK、透かさず取れる。スター、かどうしようか。まあ、このアイテムで交換しながら、スター吐いてって何が出る？キノコか。まあ、悪くはないんじゃない？とりあえずは蹴散らしつつ、ナイスサンダー。それマジ神。そしたら、待って、ジャンプアクション決まんなかったけど、こいつも緑なら全然避けれる。で、赤だけが怖いんだよな、正直な話。いや、どうする？このキノコももう使うべきか。いや、でもトゲ怖いよな。攻撃した時を、いやー、ダメか、これ。さすがに、早めに行って、アイテムを取って、ケツつけて、ガードするべきでしょ、これは。いや、でも、後ろが何持ってる？緑か。全然大丈夫だ。なら、ここで、アイテムを取って、俺が防御さえ引ければ、なんともなく前逃げれるんじゃない？いやー、トゲが来てるけど、大丈夫、間に合う。全然間に合う。オッケー、よかった。いや、これ、めっちゃ綺麗な1位だったんじゃない？気持ちいいわ。さあ、続いてのコースは、ここ、なんだったっけ？ DK ジャングルですね。やっていきましょう。まあ、前逃げを相変わらず続けていきたいところではありますが、最初のアイテムで何が出るか、まあ、早速もう、ケツつけ、いや、待って、最悪そのミス、ありえない。なんでそんなミスすんの？しかもなんかすっげー飛ぶし、そのヘビ怖すぎだよ。そのヘビ怖すぎるけど、なんか変な原始人に当たったし、でもあいつの被弾、なんか全然持続しないんだな。で、ここはまずさすがにインつきたかったんですけども、つけなかったやつが落ちてきていますと。何その挙動。
どうやったらそんなことになるんだよマジで。下手すぎる。待って待って、もうありえない。コインに目がくらんだんです。いや俺こっから1位取るからマジ見てて。こっから1位取ったらマジ奇跡でしょ。取るよ本当に。とりあえずここでアイテム、峠はさっさと投げまして。いやでも投げない方が良かったか。譲り合いを起こさせてっていうのが一番理想だったような気もするな。まあとりあえずは外側のコイン3枚取るためにこっちに来たのに何の意味もない。いやーちょっともったいなかったな今の時の使い方。ギリギリまで粘ってから、いやちょっと待って。アイテムすかすはちょっと論外なんですけど、ここでしっかりとジャンプアクションを決めつつ、この原始陣に当たりたくない、原始陣に当たりたくない。オッケーオッケー。で痛いけどぶつかられつつもインのアイテムを割って、何が出るか。んーサンダーか。そしたらこれはしっかりとお父さんになるタイミング、ここら辺か。違う、ちょっと早かったか。あーやらかしたねー。なんかめちゃくちゃ手前の人たちを不幸にしてしまった感じがするけども、こっからどうしようか。とりあえずは左のアイテムを割らせていただきまして、スターが出たと。後ろは何を引くか、木野さんか。なるほどね、このスターは割と強そうだけどどうだろうか。とりあえずコインが5枚なんだよな。もうちょっといっぱい欲しいところではあるけどもう仕方がない。ここから、あートゲいいね、ここのトゲ。血管です。このコース血管です。もうアイテムまで没収されたし、今のトゲで前に出て譲り合い発生したところで俺が前に出るみたいな立ち回りしたかったのに。もうありえない、あの血管どうしよう。いや使うべきじゃなかったのかな。ちょっと待って、届いてくれよ。 OK で、まだでも3位以内には入れそうじゃない、こっから。いやでも前結構硬いなと思ったら、なんか落ちてるやついる。そしたら、え待って俺か、これはしっかり避けていく。でしっかりと落ちないように3位で上がっていく。危なマジで。グッタグタだったけど3位取れたわ。さあ続いてのコースは DS キラーシップですね。やっていきましょう。前回ここ走ったけど確かミラーだったよね。今回はミラーじゃなさそう。キラーシップマジ懐かしいな。なんでこいつの方が早いんだと思ったけど、コイン差か。仕方がないところではあるけども、前展開には持ち込めそうか。ちょっとその被弾痛いけど、 FB の被弾はそんなに持続はしないのか。加速というか減速もそこまでしないのか。ここの SS 強かったけど、いやーちょっとよろしくないね。ちょっとまずいまずいまずい。一旦落ち着いてラインをずらしておきたいね。そのバナナ絶対置くもんね。もう一個なんならバナナ置くでしょ、ここ降りたところに。置かないか、置かないんだ。あーそうなるとちょっと俺損した立ち回りになってしまったが、いや全然いい全然いい。いやそこのコインだけ欲しかったけど、まあ仕方がない。コインが3枚しかねえな。いやちょっと待って、トゲの譲り合い発生するか。発生してはいないか。発生してはなさそうだけど、今え何、えあなんか譲り合い発生してたわ今。え全然気づかなかったんだけど、なんかキラーにぶつかってトゲがぶっ壊れたのかと思った。そんな仕様あるわけないよね。で俺がなぜか1位に出てこれたんで、このまま前走っていくか。いやなんかたまたまだけどめちゃくちゃいい展開になってる。でここのバナナもなくなっている。どうしようかこれ。アイテムちょっと交換しつついく、一応どうするべきかな、わかんないけど。いやーしなくていいかな、赤強いし言っても。いやちょっと待って、ここの処理怖いけど、オッケーオッケー、いい処理決まってんね。ただなんか後ろに結構追いつかれつつあるのか。カスタム的にはこっちの方が速い気がするんだけどな。まああとは落ち着いて走ることだね。あとトゲだね、トゲをしっかりと見ておかなきゃいけないから、下画面はチラ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 と見続ける必要があるけど、貝の方は全然キノコばっかり引いてるね。あーミドさん怖いよそれ。ミドさんで自滅してくれたらいいんだけどな、こういう狭いところで当てられるんじゃないとか思って投げて。いやでも投げてるけど、うわ自滅まずいねそれ。さすがに譲ります、さすがに譲ります。それどうなる、俺じゃないよねさすがにね。えオッケーオッケー、言ってくれてる。でただちょっとやらかしたかこれ。いや全然いい全然いい。あいつ落下になってない、いやなってないか、軽減してるか。グライダー前で軽減はしてるけど、俺が赤持ってるからあいつもうかつに俺を抜かすことはできないはず。オッケー、いいトゲ譲り決まってるよ。めちゃくちゃいい立ち回りなんじゃないこれ。俺ここに来てマリオカート7の立ち回り上手くなってんだけど。あと9日の命。おっとまたウーフー2来たか。ちょっとリベンジ果たしたいな。さっきあんまりいい順位3位だったもんです。あ結局2位だったっけ、2位取ったか。2位取ったような気もするけども、1位取って終わりたいよなやっぱり。
サンダー引きたいところだよな。そうなってくるとサンダー引いて打開していくみたいな立ち回りが強そうな気はするんだよな正直。まあ、とりあえずはジャンプアクション決めながら前に出ていく。いや前出なくても良さそうなんだよなこれな。まあ適当に FB を消費して、ごめんなさいそんなに当てる気なかったんですちょっと下がり気味でアイテム当ててみようか。サンダーってどの順位で出るのかよく分かってないけども、後ろで無敵は引けたからとりあえずはいいか。この無敵を保持しつつ次のアイテム、いや待って、まず危なすぎる。すごいインツキTA 勢もびっくりのインツキしたんだけど、どうしよっか。この次水辺地帯にねドボンしていきたいところではあるんだけど、あんまり抜かしたくないんだよね。サンダーを引きたいから、サンダーを引きたいんで抜かさずに行くためにあえて外化もしません。で外側に行こう。この城のところにも行かずに外側のアイテムを割らせていただきまして、頼むサンダー。無敵ループは強いんだけどだなこれ。いやサンダー出てくんねえか。もうこれは前行くしかないね。ってことは、いや待って最悪、なんでそこでぶつかんの。このスターをほじって、前に出て、いやだすぎ、そんなの避けようがねえだろなめてる。いやでもどうするこれ、このトゲは悪くないだろ。このトゲで譲り合いが発生する可能性にかけつつ、ギリギリでまあ使って、アイテムを割って、サンダー来たね、オッケーナイス。このサンダーは神でしょ。俺だけがひたすらに前に出ていく状況を作り出せる。待ってワンチャンマジ1位ある。ちょっと待って、こいつを抜かせば俺は1位取れる。マジで頼む、なんかいるわ惜しい。サンダーもうちょっと早く来てくれたら1位だったのに。さあラストコース、レイジーヒルです、ヒルズですねマジでもうこれでマリオカート7が最後になってしまうのかもしれないんだから、1位取って終わりたいところだよ。とりあえずはしっかりとアイテムを割ってって、即付けしちゃおう。もう即付けして、兵法をちょっと不幸にしていったんですけども、羊がいる、羊じゃねえ、あれヤギだ、ヤギをスルーしつつ、なんかそんなすぐスター出るっけ。いやスター出るんだよなこのゲームな。そうだ、一旦インついていきたいけども、俺か、赤警告音鳴らなかったから俺じゃないかと思っちゃった。やらかしたな。そしたらちょっとこいつにも抜かしてもらって、あえて貝で割るっていう立ち回り、これどう。あー木野さんか、じゃああんまり意味なかったかもな。風車邪魔すぎいやこっから打開していくぞ俺は。ただそれにはちょっとコインが足りないな。コインも欲しいんですけども、被弾コインもらえなかった。コイン欲しいなマジで。ちょっとそれはさすがに外側のアイテムを割らせていただきまして、鋭いバックスナ刺さってるけど、悪くないぞこれは。痛すぎる何バックスナの天才いるんだけど、何それ。ここでまあとりあえず峠投げて何が出るか、金キノか、もう早めに使っておこう。でまあ次のアイテム割れなくなっちゃうだろうけど仕方ないかな、もう使っていくしかないわ。仕方ないし、でここは諦めていって、一旦下にやってから上に上げるというね立ち回り、いい具合に前に出てこれたけど、アイテム持って前に出てきたかったなーっていうところだけど、まあサンダー振らせてしまうと。どうしよう。いやでも被弾コインで一気に8枚まで上がると、いや悪くないかもな。もうちょっと遅いタイミングのサンダーだったらよかったんだけど、ここはしっかりとインつきながら飛んでいって、まずいかこれ。そこのアイテムが割れなかったのが痛いが、いやー赤さん、うわーダメだこれは、さすがに終わってるか。いや待って、全然まだなんとかなるだろ、まだなんとかなるんじゃないマジで。いやジャンプアクション決まんなかったけど、ここで落ち着いてさっきと同じ立ち回りをする必要はない。おて、おてって何、おつけ、落ち着いて、いやトゲ来てる、マジでやだマジでやだ。なんだで、もう軽減になってないそれ、軽減とかないもんね。もうもったいない、マジで今のバナナ踏まなきゃ逃げ切れたでしょ。いやマジでもう今日が人生で最後のマリオカート7オンラインマッチの可能性があるんだよ。俺はその人生最後のマリオカート、俺ちゃんと1位取って終わりたいんだよ。俺はマジで1位取るまで今日は終わらねえぞ。ここは DS、 もうここマジ苦手なんだよなこのコース全然曲がりきれないんだ。どうすればいいかな。この何だったっけ、ブレーキかけながらさドリフトみたいなのもないから、このマリオカート7って大変なんだよね。これとりあえずインのアイテム割ってスターが出てくれるんであればインついて、アイテム割りたかったけどもう仕方がないね。
ジャンプアクションだけ決めつつ、そこのアイテムだけはしっかりと買っていこうか。で、何が出るかって話なんだけど、ボムか。まあ、とりあえずは後ろに見られないためにケツにつけつつ、ここ捨てちゃって、何が出るか。次、ミドさんか。一旦ミドさんで生活していこうかなと思ったけど、ちょっと挙動が悪かった。どうしよう。これ、いやー、サンダー持ってるやついるな。サンダー持ってるやついるのすごいきついけど、多分このキラーが終わったぐらいで撃ってくるよな。いやー、まずいぞ、これ。え、当たんのそれ。まあ仕方がない。逆に軽減になってるからよし。とりあえず MT 出しながら、踏まれたくない。オッケー、危ねえ。なんとか、でかく戻ってくれたけど、アイテムマジ割りたいよ。オッケー、割れた。バナナか。まあバナナでもあるのとないのでは大違い。マリオカート7の赤はすごい強いからね。ちょっと待って、一旦アクセル離して赤のケツを吸わないようにしつつ、ここのアイテム割って、こいつアイテム割れてねえぞ。マジでワンチャンある。あー、バナナ2本。ちょっと待って、バナナ引きすぎる。あまりにもバナナ引きすぎ。ここでアイテムさらに交換して、何が出る。ここキノイチか。ちょっとそこのタヌキも怖いよ。タヌキすごい怖い。やめてほしい。あっぶね。しっかりと隙間縫っていきつつ、コインは9枚まで来てるか。トゲが来たらって感じだけど、なんか3周目にすごい天気良くなってきたね。とりあえずはケツつけて、後ろは赤か。赤だから俺はこのアイテムはしばらく捨てられないね。まあ捨てるつもりも全然ないけども、赤を後ろ投げしてきやがった。マジトゲ来てくれ。トゲお願いだから。トゲが来れば全然ワンチャンあるんだけど。さ、来てるね、トゲ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。頼む、早く投げてくれ、早く投げてくれ、早く投げて、ねえ、お願い、早く投げて、マジで。なんで投げないの？ねえ、早く投げて、マジで。いや、でもさすがに、ゴール間に合うようには投げるはず。ゴール間に合うようには絶対投げるでしょ。ここで一旦、ボムも捨てて、投げないの？嘘でしょ？なんで？ねえ、なんで投げないの？マジで言ってる、お前。それはない。嘘じゃん。ちょっと、マジで1位取って終わりたい。俺のマリオカート7のオンラインは最後にちゃんと1位を取って有終の美を飾ったと心に留めておきたいんだよ。だからこそ俺はここで1位を取る。ただ悪いジピンボールあんま得意じゃないんだよな正直めちゃくちゃ苦手。うわ、しかもインのアイテムが余るか。どうしようか。まあでも引けてない人いっぱいいるね、正直。ここはとりあえずは、あ、でもなんか前出れてる。オッケーオッケー、被弾なしで前まで来れたけど、うわー、ちょっと待って、そのバナナだけ吸いたくないけど。いやでも直線距離だったら、うわー、速さ負けてないけど、ちょっときついものがあるが、待て待て待て、怖すぎる怖すぎる怖すぎる。そのピンボール、マジでなんでレース上ピンボール走ってんだよ。逆だよな、トゲ速すぎるって。嘘でしょ、全然見えてなかった。マジかそんなトゲ速いか。キノコ、うわー、キノコ系欲しかったな。ちょっと復帰用にキノコ使いたかったけど、まあ仕方ない。このスターはさすがに避けないと当たられそうだったけど、どうしようか。逆にこのマリオをとがめようか。とがめて前出よう。で、この後のアイテムで何が出るかだよな。まあでもやるのはもうちょっと後でもよかったのかもな。まあまあまあいいや。で、ここで何が出るか。キノスさん。いやまあでもあんまりキノコな、このステージ強くないよな。ダートもないし。ちょっと待って、下手くそすぎる。怖さ、怖すぎる。ちょっと待って、マリオカート現象起きまくってんだけど。で、次のアイテムまでに交換しきりたいんで、まあ雑に、いやー、エインのアイテムなかったじゃあそんな雑に使わなきゃよかったって話だけど、まあ仕方ない。ここで一旦 SMT を出しつつ、もう一回 SMT 出して、警告音はスターかな。ここでまあとりあえずはアイテム割って1位に出たね。ちょっと待って、ここからはしっかりと前逃げしていけばいいと思うんですけども、どうだろうか。トゲが来るかどうかだな。あとはな、トゲを警戒するのか赤を警戒するのかっていう話になってくるんだよな、これ。いやー、もう俺使うわ、ここは。さすがにちょっとね、赤引かれたらもうどうしようもないんで、多分ここは防御引きに行った方がいいと思うんだよな。どうだったんだろう、この選択。ちょっと吉と出るか凶と出るか分かりませんけども、ちゃんとピンボールを避けつつ、いや悪くない、いい立ち回りはできてる。しかも防御もちゃんともう一個引けることに成功したかな。 OK で、緑が反射して怖いけど、緑の反射めちゃくちゃ怖いけど、ケツが吸ってくれている。あとはトゲも来ていない。ピンボールにさえ当たらなければ大丈夫。ピンボール当たらないで、ね、本当に本当にちゃんと避けつつ避けつつ真ん中走って、もういい、全然、あれもう赤さん引いてるやついるけど、赤さん当てられる前にゴールしてしまえば俺は1位を取れるんだ。よかった
ありがとうマリオカート7。おそらくマリオカート7の動画はこれで最後となるかと思うんですけれども、皆さんまだ4月9日のね午前9時までは遊ぶことができるんで、ぜひともやってみてください。まあね、ちょっとまともな部屋引くのに時間かかっちゃったりするんですけども、ちゃんとまともな部屋を引けたらね面白いんでね、やってみてください。